意外属は意外科に属する二枚以外の属の一つ。以外や、いわゆるムール貝が属し、多くの種が食用に供される。和名については混乱がある。紫以外はヨーロッパ原産の日本への移入種に付けられた和名だが、当初、日本への移入種はミュティルス・エジューラスと誤って同定されており、紫以外イコールミュティルス・エジューラスとされていた時期があった。 その後、紫以外イコールミューティルス・ギャラプリ・ビンシャリスだったことが判明している。ヨーロッパ以外、紫以外、北の紫以外の3種は生息域が近接しており、遺伝的、形質的にも近いため、同定が困難であり、紫以外類、ヨーロッパ以外複合種などと呼ばれる。チリ以外は近年の研究ではヨーロッパ以外に含められる。 他にも南半球に未童貞の個体群がいくつかあるが北半球からの外来個体群の可能性もある。フランス語のムールは意外科全般を広く意味する言葉である。英語のマッスルは意外化及び石垣目、川ほどとギスカをも含む名称である。日本ではムールムール界は主に紫以外、あるいはヨーロッパ以外、あるいはその双方とされる。 類似種が多く変異も大きいため、紫以外類の分類は原産地のヨーロッパでも混乱していた時期が長い。日本の紫以外も昭和初期に移入が確認されて以来、ヨーロッパ以外と誤認され続け、そのため文献などでも紫以外の学名を M ・エジューラスとする時期が長かった。しかし2000年前後以降、タンパク質などの比較などから、 ヨーロッパの種が整理され、同時に日本産の種の研究も進んだ結果、本州を中心に見られる紫以外は地中海原産のミュティルスギャラプリビンシャリスであるとされるに至った。また、かつては日本のものはすべて外来として扱われてきたが、北海道の一部の個体群はミュティルストロスヤラスという在来種であるとされ、北の紫以外という和名で区別されるようになった。したがって、 日本に生息する紫以外類は紫以外と北の紫以外の西ということになる。両種は核内面のスジコンと外套膜コンの位置関係で区別できるとされるが、北海道の一部では両種の交雑個体らしいものも見られるという。以上を整理し関連種をいくつか追加すると以下のようになる。紫以外ミューティルス・ギャラプリビンシャリス・ラマルク1819 地中海原産。現在では、世界中の温帯域に分布する。これらは、バラスト水に含まれる、浮遊妖精や船底、船着などに付着。日本では、北海道南部以南に外来種として分布。別名チレニア以外。産卵期は秋引く冬。付着期は春。北の紫以外ミューティルストロスヤラスグールド。1860。日本では、 北海道の太平洋岸のみに分布する在来種。他に、ロシア極東部、北アメリカ西岸、東岸北部など、太平洋、大西洋のほぼ北緯45度以北に分布する北方系の種。紫以外ほどには大きくならないことが多い。ヨーロッパ以外、ミューティルスエジューラスリンネウス1758日本には生息していないとされる。ヨーロッパ。 北米などに分布。産卵期は初夏から夏。付着期は秋。学名のエジューラスは食用ののいでヨーロッパでは盛んに食用利用されることによる。日本に移入された紫以外は長い間本種であると誤認されていた。チリ以外、ミューティルスエジューラスチレンシス、チリエンガン全域とアルゼンチン南端部に分布。分布がヨーロッパ以外のそれと大きく隔たっており。 しばしば独立種としても扱われる。型柄を外したものが食材として日本に輸入されることもある。意外ミューティルスコリスカスグールド1861日本の他朝鮮半島、中国などの極東域に分布する在来種。時に20センチメートル以上になる大型種。食用、いわゆる紫以外類でないが小型個体では紫以外との区別が難しい。 紫以外類に比べ使用通りの良い深い場所に生息するが生息域は部分的に重なることもある。1741年にベーリングによる探検隊に参加して海ク島を調査したシュテラーはそこに住むエスキモウがカムチャダールやトリンギットと同じように生で以外を食べていることを確認している。主にヨーロッパ各地の料理で利用される料理法としては ペスカトーレ、パエリア、ブイヤベース、ワイン蒸しなどがある。特に、フランス料理、イタリア料理、スペイン料理など、南ヨーロッパで多用される。また、ベルギーのムール貝料理は有名で、玉ねぎやリーキと共に蒸し煮にした、ムール街に得る、ムール貝のビール煮という郷土料理がある。トルコには、ムール貝の外頭膜の中に詰め物をした、ミディエドルマスという料理があり、メゼとして供される。 日本では伝統的に以外が利用されるほか、紫以外が以外と同様に利用されることもある。ありがとうございます。